さて、浦大市を走ってないところを行ってみたいと思います。なんだよこれ、いいんだよこっちで。もう喋んな、使用しない。 OK、 これでいいんだよ。より速いのはいいんだよ。ツーリングマップルゲットしました。今この違う、この辺か、ここか、ここにいます。ここ見えるかな、ここ。浦同士はグリンと言って、いいんだよな、グリンと言ってグリンと言ってグリンと言ってグリン、まあよくわかんねえや。前回は20号からこの道を通ったんだね。この道をこう来たんで、ここか、この道来てこうここに合流したので、ここぐらいまで今日は行っていきたいと思います。まあ見ながら走ることはないけど、せっかくなんでここに入れていきます。ちょっとすいませんね、風気味というか、まあ治りかけの風なんで、ちょっと呼吸がつらいです。鼻水が。まあ行ってみましょうか。右なんだな。悔しいけれどお前に夢中、バイクバイク。西城秀樹亡くなっちゃいましたよね。秀樹感激できない。熱っ。今日ちょっとシールド開けて走ります。もうインナーシールド開けて十分だわ。あずい。北国出身のぼっちさんはですね、暑さに弱いんです。寒さには強いんですけど、まあ暑いのも寒いのも嫌なんだけどね。やっぱ鼻声だな俺。さてと、おお、ダンプ通んだねここ。あ、じゃあまだそこまでではないな。おお、森林浴。まあ幸い後ろからも来てないんで、ゆっくり行きまっしょい。一応編集しようかなとは思うんですけど、もし撮影したのがこのままでいけそうであれば、にゃんこ、また浦同士ノーカットバージョンでいきたいと思うので、何人の人がこれ付き合って見てくれてんのかな。本当にサクサク早送りされてそうな気がするな。それが途中で飽きて終了っていう。まあいいんだいいんだ、好きなことやればいいんだよ。ノーカットで行くので、ちょっと話題をですね、何を喋ろうとしてたんだか忘れちったよ。おうおお、結構並木で、
40キロ道路ね、これ。あ、そうだ、俺自分の動画を見るんですよ。まあ見るって普通編集とかしたらチェックすると思うんですけど、どういう意味でっていうか、もうほぼ酒の魚なんですね。あー、こういう動画走ったなーとか、気持ちよかったなーとかっていうのは基本もうあれ、アップしてる動画自分用にアップしてるようなもんなんで、後でこう見やすいようにこうカットして編集してそれでやってるんで、なかなかちょっと共感を得れない部分はあるとは思うんですけど、あの自分の動画見てて思ったんですけど、やっぱ口癖ってありますよね。お、何々だこれっていうのがすげえ多いなと思って、まあ喋ってるとこを編集してやってるんで、どうしてもつなぎつなぎになっちゃってるんで、それが多くなるのはもうしょうがないんですけど、いや、それでもこの間の探検僕の街 in 宮ヶ瀬、おお、いい道だね、あれ見てて思ったんですけど、なんとかだこれって、なんとかだこれって、なんとかじゃねえのこれって、これを最後につけるって俺全然今まで意識したことなかったし、初めてああやって動画見て、俺これ言い過ぎだよなと思って、なんなんだろう、まあいいけど、まあ自分で動画見て思った感想でした。まああとはまあよくくだんねえことベラベラ喋ってんなと思って、もうちょっとね、こう僕のバイクはこういう感じですとか、こう、なんだなんだこれ、何したこれ、集会、何があったのここで、こんなに路駐して、え、何してんの、あ、陶器市、陶器市、こんなとこで陶器市やってんの、へーって言われには全く興味ないけど、陶器とか、あー、やっぱ山いいな、山育ちだから俺、なんだ急だぞこれ、なるほどね、あー、くねくね道って感じ、うい、やっぱここ走んだな、ライダーでもコーナー多いと八重ができない、あのハンドルから手離せないじゃないですか、シフト上げたり下げたりしてると、いくらリッターでもね、やっぱコーナー中エンスト焦がれると大変なことになるからね、やったことないから分かんないけど、のカメラついてる、メガソーラー、あー気持ちいいね、ちょっと皆さん、あのもう今日、あ、そうだ、今日何日か言うの忘れた、今日5月19日、おやおや、なんつうとこ止めてんだこれ、あそこ通れなかったのか、もしかして通れっぺ、あー、なるほどね、交互通行がきついのね、ここ、いや対向車気をつけねえと、ゆっくり行こう、おー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 、またなんか落石注意って、落石注意のとこばっか来てんなこれ、ほら、またこれ行った、まあやめよう、もう意識してもしょうがない、なんか運転に集中だこれ、運転に、危ねえよこの細い道、徐行、ちょ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 、もうやめようこのネタ本当に、おお、ボコボコだボコボコ、ん、いつから30キロになったんだこれ、おお、なるへそ、これなかなかだね、これボコボコ、これ走りにくいなこれ、
ね、これ言ってるでしょ。もういいんだよ、誰でもあんだ口癖なんて。あと僕の動画見てて、たまに出てくる電気ショッカーネタ分かってくれる人いますかね。俺いつか動画で喋ろうと思ってたんですけど、富士山行った時も富士の演習場に多分電気の警備かなんかだと思うんですよね。電気流して立ち入らせないようにする、あそこで電気ショッカーだとか言ってますけど、そもそも電気ショッカーって何って、大丈夫かな、伝わってっかな、みんなにちゃんと一個一個説明していかないと本当に意味わかんないこと言ってるやつになっかんね。まあ意味わかんないこと言ってんだけど、電気ショッカーってこれは好みあると思うんですけど、マグロの漁師のテレビって皆さん見たことあります？一本釣りやってる親子の話、ポロポロの船で行ってなかなか一本が釣れなくて、そうかと思えば出たクルーザーみたいな、クルーザーでハエ縄でガサッと行っちゃうみたいな、ちょっと待ってくださいね、一旦この話は中断で、今度ここで何してんの。陶器市、どこでもやってんのか陶器市、これなんだこれ。なんだ今日陶器市の日か、何回ピーチ見てたな。ね、こういうことばっかり言ってるでしょ。でも俺昔からそういう風に言われてた、ばあちゃんから、こだことばーり言ってって、冗談ばっかり言って言われてた。